ルシアナ・パウラ・アイマールは、アルゼンチンの元フィールドホッケー選手。フェ・プレイヤー・オブ・ザ・イヤー・アワードを8度受賞した、唯一の選手であり、史上最高の女子ホッケー選手とみなされている。ペースとドリブルのスキルを使い相手選手を任し、このスキルは、アルゼンチンのサッカー選手、ディエゴ・マラドーナと比較される。このため、彼女は、ラマガやフィールドホッケーのマラドーナというニックネームが付けられた。 2012年のオリンピックでアルゼンチンの騎士を務めた。同国でフィールドホッケー選手が騎士を務めたのはマルセロ・ガラファ以来2度目である。7歳の時に騎士のロサリオのクラブオットーレティコ・フィッシャートンでホッケーを始めた。6年後にジョッキークラブでロザリオに移籍した。徐々にジュニアナショナルチームでトレーニングを始め、毎日ブエノスアイレスに行かなくてはならなかった。 国際的には、ドイツのロッド、ウェイスケルンとスペインのリアルクラブでバルセロナでプレーした。アルゼンチンでは、キルメスアトレティコクラブトゲバでプレーし、ラリーがナショナルとト,トーニオメトラパリットノで優勝した。1997年、アルゼンチンのジュニアチームの一員として、パンアメリカン競技大会ジュニアチャンピオンシップで、銅メダルを獲得し、翌年にアルゼンチンのシニアチームにデビューし、 1998年のホッケーワールドカップで4位に入賞した。最年少の16歳でチームに所属している。1999年のパンアメリカン競技大会以降、4つのオリンピックメダルと6つのチャンピオンズトロフィーを含むいくつかの国際大会で勝利したアルゼンチンのフィールドホッケー界の世代の一員であった。 2002年と2010年のホッケーワールドカップで優勝したチームの一員であり、校舎はアイマールの生まれ故郷であるロサリオで開催された。2008年国際ホッケー連盟によりレジェンドオブホッケーに選出された。リオデジャネイロで開催された2007年のパンアメリカン競技大会とロンドンで開催されたオリンピックでは開会式で自国の騎手を務めた。2012年 カルロス・エスピノラに次いで4個のメダルを獲得した2人目のアルゼンチン選手となった。2014年12月7日にアルゼンチンの面倒さの都市で行われた彼女として最後の国際試合に出場し6度目のチャンピオンズトロフィーを獲得した。元テニス選手のフェルナンド・ゴンサレスと交際している。ロサリオで開催された2010年ホッケーワールドカップでオランダを破った後、 トロフィーを掲げるルシアナ・エマールとソレダードガルシア、ありがとうございます。